皆さん、こんにちは。ティンダーメン役部、金太です。サッカー、なでしこジャパン。やはり原動力となったのはこの人です。澤穂前さんしかいませんね。はい。なでしこジャパン優勝を導いたのはやはり澤穂前さんですね。オリンピックにも出てたね。はい。確かに1993年15歳で日本代表になったのは実績ありまして。初出場のフィリピン戦で4得点を挙げる大活躍。大学を中退してアメリカに渡って、女子プロリーグに参加。ワールドカップ6回、オリンピック4回と、キャプテンとして2011年、東日本大震災の年に、ドイツワールドカップで5得点を挙げ、得点王になるなど、チームの優勝に貢献、MVP 獲得、FIFA 最優秀選手賞、アジア人として初めて受賞したそうです。やはり、なでしこジャパンは澤さんしかいませんね。それで国民栄誉賞を受賞したそうです。2015年に引退、現在家族と過ごされ、解説者や、タレントとしても活躍、83点は歴代最多記録です。いやー、日本代表としての功績はすごいですね。はい。というわけで以上です。バイバイ。